ろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。お名前と、はい、お店の名前よろしいですか。あ、はい、吉原セクレタリオに在籍している宇佐美里奈です。吉原のアイドルとして働かれている姉ちゃんなんですが、はい、今日は売れ子さんインタビューということで、いろいろと接客について深掘りさせていただければと思うので、はい、よろしくお願いします。それではまず、はいはい、職種をお伺いしてもいいですか。はい、職種はソープランドで働いています。でこれまでの経緯を簡単にお願いします。あ、はい、もう大学入学してすぐにこの業界に入って、初めはデリヘルだったりとか、風俗エステだったりとか派遣型のお店で転々としていました。まあ、たまたまソープランドで働く機会があって、なんかその今まで の, あの派遣型 の, あの風俗よりも自分に合ってるなと感じて、そこからはずっとソープランドで働いています。先に自分がお部屋にいてお客様をおもてなしするような感覚が自分に合ってるなと感じました。二十歳になったタイミングで高級店を受けてみて、しっかり働いてみようという気持ちになりまして、初めは川崎のあの高級ソープに入店しました。そこからはずっと高級ソープで働いています。半年前くらいです。半年前、そうです、そうです。結構セグレタリオのっていう感じで印象があるんですけど、 ありがとうございます。半年ですもんね。あ、そうですね。まだなんかその高級店で、ね、初めて働いたお店と次のお店はあまり長く続かなくって、というのもなんかコロナ禍にちょうどなってしまって、でまた移籍した先で親にバレてしまって疎開するような感じで千葉に移籍して。あ、そうです。で千葉の高級店で2年間くらい、がっつり働いて、そこから9年末ですねに吉原に移籍する流れになりました。なるほど、はい、ありがとうございます。ちなみに今のお店での売られ方、はい、キャッチコピーみたいなものってあります、はい、吉原のアイドル、はい、その印象はめちゃくちゃ強いです。ちなみにこう業界に入ったきっかけは何かありましたか。はい、大学生になるタイミングで学生企業みたいな、はいはい、ちょっと意識が高いムーブメントが流行った時期があって、はい、で私も高校生の時になんかそれに感化されて、大学生になったらなんか起業しようみたいな風に思ってて、で、まあ、そのためにはお金がないとなって思ったので、高校生の時から大学生になったら風俗で働こうみたいなことは意識してました。高校生の時からアルバイトはしてたので、なんかお金についての意識は結構ありましたね。じゃあもっとちょっとお金稼がないとなって思った時に、その選択肢が思いつきました。怖くはなかったですか。まあ怖かったり、最初はやっぱりどんな世界か分かんなかったんで不安でしたけど、まあ、嫌だったら1日で辞めればいいやって思って始めました。実際入ってみてどうでした。入ってみてやっぱ最初はなんか怖いとか結構精神的な苦痛が大きいんじゃないかって思ったんですけど、なんか思ったよりそんなことなかったんで、あ、じゃあちょっとしばらく続けようみたいな感じで結構ライトなノリでした。なるほど、ありがとうございます。はい、としたら、はい、ちょっとご自身では言いづらいことかと思うんですけど、はい、過去の最高実績みたいなものありますか。まあ、前の千葉のお店でのことなんですけど、2年連続おそばん本指名数ナンバーワン、吉原に来てからは入店1年足らずでお店で唯一のプレミアムキャストに昇格させていただきました。パネルを見ていて、はいはい、1人だけこうゴールドに輝く文字が、はい、あるなと思って。ありがとうございます。はい、最高本指名本数は千葉の時に100本オーバーですかね。まあ、ソープランドって基本的には120分1枠、あ、そうですね、はい、うん、それで100ってそうですね、かなりすごい。その100っていうのはいつか超えたいなって思った数字だったんで、その時はちょっと狙ってました。なるほど、すごい。そんな、リナさんですが、はい、初めから売れていたんでしょうか。本腰入れて頑張ろうって思ってからは、芽が出るのは早かったと思います。千葉のお店で最初お客さんゼロの状態から4ヶ月目でナンバーワンになれたっていうのがあって、売れたのは早かったんですけど、大変だったのはやっぱり正直なんだろう、4ヶ月くらいじゃ何もできないので、いらっしゃったお客様のなんかその期待に応えられないんじゃないかとか、やっぱベテランの方とかこれまでのナンバーワンの方とかにはなんか技術力とかおもてなしで勝てないんじゃないかっていうのがちょっとあったりして、努力するしかないんですけど、それは結構プレッシャーに感じてました。確かに。ありがとうございます。
ちなみになんですが、はい、こう今までのプライベートの経験で、はい、この仕事に生かされてることって何かありますか？高校時代にやってたアルバイトが結構役に立っていて、うんうん、メイド喫茶で働いた時めちゃくちゃイメージ通りですね。そう、うん、本気で萌え萌えキュンとかしなきゃいけなかったんで、うんうん、その時に一皮むけたというか、なるほどね、そう思い切りが良くなったっていうのはありますね。お客様の恥ずかしい希望とかにも抵抗なくお答えできるようにはそのおかげでなったかなって思います。なんかそのお客様とのコミュニケーションの取り方で、なんか一番心に残ってる先輩の言葉があって、なんかお客様とうまくコミュニケーションが取れなくて無言の時間が続いちゃう時が、はいはい、新人の頃多くて、なんかそういう時ってどうすればいいんですかっていう風に相談した時に、なんかそのりなちゃんがなんかその気まずいって思い込まずに笑って朗らかな空気を醸し出せてればお客さんもそんな気まずいって思わないと思うよって言ってくださって、なんかそれがすごい大きな学びで、今の仕事でもそれは結構生きています。なかなかそれって結構風俗で働き始めて、はい、最初にぶち当たる壁で、あ、そうですよね、どうしようって1年過ぎていくっていう方が結構これまでのインタビューでも多かったんですけど、うんうん、どこを最初から気づけたのは大きいですね。あ、そうですね、もう一つがコールセンターで働いていた経験がありまして、営業だったんですけど、契約を取るために話術みたいなものを学んで、一つ例でやると、マリテンさんってチョコ好きですよね。うん、好き。あ、そしたら今度めっちゃ美味しいチョコのお店があるので一緒に行きましょう。うん、うん、で、まあこれが、まあ、好きですかじゃなくて好きですよねってお伝えすることで、こう範囲を導きやすいっていうんですかね、うんうんうん、いいえっていうとちょっと気まずくなっちゃう感じがする、うん、こういう風に範囲を誘導する喋り方みたいな、うん、自然にね、そうです。今は全く逆のことをやっていて、うん、お客様の本音を引き出す、うんうん、っていう意味で、最初にお客様のご希望とかをヒアリングする段階でできるだけ本音が聞き出しやすいように、うん、こういった質問の仕方は避けて、なるほどね、そうです。で、ちゃんとヒアリングすることでお客様の希望に寄り添った接客ができるようにっていうことが、できるようになりました次なんですけど、はい、性に対してはもともとオープンなところはあったんでしょうか？あ、オープンだったと思います。肉食だったと思います。へー、なんかちっちゃい頃から結構男の子が好きで、うん、親は結構女子校でもいいんじゃないのっていう風に言ってたんですけど、うん、いやもう男の子いないと行く意味ないからって言って全部驚愕にしました。すごい男の子が言うセリフだよね。あ、確かに。売れる理由についてもう少し深掘りをしていきたいんですけども、うん、本指名の方たくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、どこが好きで通ってくださってると思いますか？なんか結構普段可愛いとか、うん、エロいとか真面目に聞いた時に、優しいだとか明るいだとか、うん、ポジティブで頑張り屋さんだよねだとか、うん、内面のことをお褒めいただくことが結構多いです。完璧なアイドルですね。ありがとうございます。ちなみにこう接客で大切にしてることってありますか？はい、はい、2つあって、一つは自分も楽しむこと、できるだけ元気に笑顔で、うん、もう一つは集中すること、うん、そのために例えば疲れてるだとか眠いだとか、うん、そういう状態は絶対に避けて、うん、前日からできるだけコンディションを整えて、接客時間中もお客様に 120% 気を使えるようにっていうことを心がけています。完璧です。ありがとうございます。120分とかあるとやっぱりこう一瞬の好きっていうか、うんうん、ちょっと違うこと考えちゃったり、なるほど、勉強になります。ありがとうございます。ありがとうございます。次なんですが、はい、社名日記更新って今されてますか？あ、私あんまり更新していなくて、うん、本当にたまに週に 1,2 回とかなんですけど、うん、SNS はでも結構積極的にやられてますかね？あ、そうですね、 X だったりとか、あと TikTok は今までちょっと動かしてなかったんですけど、うん、今後ちゃんとやっていこうっていう風に今考えてます。うんうん、何かこう気をつけていることとかありますか？SNS の更新において、はい、できるだけ、まあ、いろんな方が見るので誰かが不快に思わないような投稿っていうのは心がけています。そしたら次の質問なんですが、はい、このチャンネル女の子が結構見ていたりするんですけども、はい、お客様との直接的な、まあ、LINE だとかの連絡交換でたくさん来て大変ですだとか、
構あるんですが、何かアドバイスありますか？私はなんか遠慮されてるのか、あんまりお客様から連絡が来なくって、うん、ただなん絶対返さなきゃとか思わなくていいと思います、うん、例えばそれにね不満を持つお客様はなんで返してくれないんだとか、もっと返してほしいって方には忙しいこともそうですし、うん、なんかお話は直接会ってした方がいいと思うからっていう風に伝えてもいいと思いますし、うんうん、あんまり気負いすぎないで自分のペースで返したらいいんじゃないかなって思います。次なんですが、お仕事をしていて辛い時ってありますか？今はあんまりないんですけど、うん、以前のお店にはランキングがあって、うん、落ちるのが怖いみたいなのとかはやっぱ必要以上に気にしていた時期はありました、うんうん、そういう時ってこうどうやって回復をしていましたか？あ、でもその時は本当にその負のエネルギーをこうポジティブなエネルギーに変えるしかなかったので、いやもう悩んでる暇があったらじゃあ一軒でも写メに行かなきゃとか、そういう風にポジティブなエネルギーに全部変えていました。今はまあ特にそんなにこうひどく悩んだりすることはないって感じですかね？あんまりないですけど、まあでもそれでもやっぱたまに落ち込んでしまう時とかはありますね。できるだけ気にしないっていうのがいいんですけど、人に相談したりだとか、うん、泣くのもいいですし、うん、外に出すことで発散できるもの、書き出すでもいいですし、うん、結構そういう感じで悩みをアウトプットするようにしています。はい、ありがとうございます。ただ次、はい、反対に、はい、嬉しい時なんだろう、やっぱお客様に喜んでいただけた時ですかね。嬉しそうな顔だったり楽しそうな顔だったり、帰り際になんかすごい楽しかったよとか、すごい幸せな気持ちになりましたって言ってもらえる時が嬉しいです。一番ありがとうございます、はい、そしたら、はい、未経験の時の自分に伝えたいことはありますか？私最初の時は例えばご対面する時とかに緊張のあまり、うん、こうなんていうんだろう、真顔になってたり顔がこわばってた時期があったと思うので、うん、それは改善した方が良かったかなって思うので、笑顔でもう自分で気持ちを上げてお仕事にもっと臨んだら良かったんじゃないかなってアドバイスしてあげたいです。ありがとうございます。最後の質問です。はい、今後の目標あれば教えてください。12月にファンイベントを予定していて、それがちょっと初めての試みなので、うまくいったらいいなっていうのが近い目標で一つあります、うん、どういう、こうイベントをされる予定なんですか？はい、イベント内容としてはカラオケとステージがついているコンセプトカフェを貸し切りして、そこでステージで歌あり踊りあり、あとはまあミニゲームしたり、来てくださった方とコミュニケーションを取る時間もあるんですけど、ちょっとミニライブのようなイベントをする予定です。すごい、吉原のアイドルが、はい、ガチアイドルになってしまう日が来るんですね。アイドル系の活動にもちょっと興味があって、今後はそういうそっちの方面でも展開していけたらなと思っています。今なんかこう配信とかもされてますよね？あ、そうです、配信もしてます。大きい目標としては、今までのソープランドの接客だったらこう1対1でどう喜ばせるっていう内容だったかと思うんですけど、もっと広い形でたくさんの人を喜ばせることができたらいいなっていうふうに考えています。すごい、めちゃくちゃ期待しております。本当に、はい、リナちゃん見てると次世代のスターが、ありがとうございます、っていう感じがすごくしております。ありがとうございます。ぜひなんか想像のつかないところまで出ていってほしいなと思っております。私はちょっとじゃあアイドル風俗嬢としての先駆者になりたいなっていう気持ちで頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。今日は